井井上上君日本共産党の井上聡です、えー、質問に入る前に、先週木曜日に取り上げた、えー、陸上自衛隊が昨年1月に行った米陸軍戦闘訓練生誕における日米共同訓練の資料について申し上げたいと思います。あのこの訓練は、まあ、砂漠を選んだものでも、中東を想定したものでもないという答弁でありましたけれども、アメリカ側はですね、 砂漠での戦闘体系や戦車戦車演習について自衛隊を指導したと明確に述べております、えー、食い違っているわけですから、まあ、この訓練について防衛省からは大半を黒塗りした資料しか提出されておりません、まあ、どのような訓練が行われたか明らかにするために、まあ、黒塗りを外した資料の提出を求めたいと思います委員長取り計りを求めたいと思います後の理事会において計ります井上君 先ほどの磯崎氏の参考人につい質疑についいいて申し上げたいと思います。磯崎総理補佐官は、法的安定性は関係ないとの言葉については、間違いであり、撤回すると述べられました。しかし、これは私は言葉だけで反省がないと思うんですね。なぜか、えー、一方でですね、福山氏の質問に対して、 国際情勢の変化に伴って必要最小限度の内容が変わるということは今まで何度も政府として言ってきた。この発言については撤回しないと答弁をされました。しかしですね、国際情勢が変われば政策が変わるのはそれは当然です。しかし、どんなに情勢が変わってもこれだけは憲法上やってはいけないと、その必要最小限度は変わらないんです。 これが変わるということになれば、それこそ法的安定性が崩れるということになるじゃありませんか。私はこの言葉を発言しなかったことに、本音が表れていると思いますが、これは政府見解と一致するんですか、中谷大臣、いかがですか。中谷防衛大臣。はいあのー、先ほど、あのー、質疑がありましたけれども、あの政府の基本的な論理。 これは引き続き、検事をしていくわけでございます。で、そこの点で、あの、我が国の安全保障の変化、これが、この昭和47年の政府見解以降ですね、事実としてあったわけでございますので、その結論部分の当てはめを行いまして、今回は、自衛の措置としての武力行使の新三要件、これに基づいて、 自衛のの措置とととしての対応をすするいいうことでございますで今回の憲法解釈の一部変更はあ、この国際情勢の変化を踏まえて、新三要件、これを満たす場合における限定的な集団的自衛権の行使を、憲法第9条の下において、自衛権の行使が許容される我が国を防衛するための必要最小限度、すなわち、砂川判決にいう必要な自衛の措置に含まれると書いたものでございます。 ししかしこのような解釈の下で、武力行使も憲法の認める必要最小限度の範囲,にある範囲内にあるというところは、不変でございます委員長井上君。私、今の答弁からはです、ね、政府自身もこの法的安定性というものに対しての対応がです、ね、問われると思います。あの先ほどの磯崎氏の答弁には、到底承諾ができないということをですね、 改めて申し上げておきたいと思いますし、政府自身のその姿勢が問われているということも申し上げておきたいと思います。その上でですね、えー、武器弾薬の補給についてお聞きいたします。後方支援に関するこれまでの法律では、他国軍への補給について、武器弾薬の提供を含まないとしておりました。周辺事態法の審議の際に、当時の大森法制局長官は、武器弾薬の提供について、 最終的にはそのような需要はないということでございましたので、詰めた検討を行うには至っていない。しかし、大いに憲法上の適否について、慎重に検討をする問題であろうという感触は持っておりますと答弁をされております。今回の重要影響事態法案と国際平和支援法案では、これを変えて、弾薬の提供は可能とし、武器の提供は引き続き不可といたしました。まず聞きますけれども、 この武器と弾薬の区別というのは、一体何なんでしょうか中谷大臣、はいあのこん。今回の平和あ安全法制によって、重要影響事態法等において、新たに提供可能となる弾薬、えー、これは一般的に武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗品であり、例えば拳銃弾や小銃弾などがこれに当たります。でこれに対対し提供対象とならならい 武器とは、直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置であり、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品でないものを指すわけでございます<上>じゃあ、武器とともに使わない手ね。手榴弾はどっちに入るんでしょうか。中谷,中谷大臣 はいあの手榴弾につきましては、武器とともに用いられるものではありませんが、直接人を殺傷するなどの目的としている火薬類を使用した消耗品であり、弾薬として重要影響事態法に基づいて提供することが可能であるということでございます井上君、つまり、手りもですね、えー、提供が可能だということであります。 で引き続きですね、武器の提供はできないと、これはニーズがないという説明でありますけれども、この武器の提供についての憲法上の判断はされたんでしょうか。中谷君。中谷大臣、すれば。はい、すみません、えー。今回の法整備におきまして、えー、武器の提供につきましてはあ、他国の部隊が必要とする武器は、 通常自ら傾向するものと考えられたこと、またガイドライン見直しにかかる日,日米間の協議の中でも、米側から武器についての支援のニーズはなかったことから踏まえまして、自衛隊が提供する物資の対象に武器は含めないとしたわけでございます。でその上で申し上げれば、今般の法整備に当たりまして、武力の行使との一体化について改めて検討をした結果、 補給輸送などの支援活動については、提供する物資の種類にかかわらず、現に戦闘行為を行っている現場において行う、行うものでなければ、武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしておりまして、え仮にこのような場合において、武器の提供を行ったとしても、武力の行使と一体化をするものではないと考えております井上君。えつまり、えー、武器の提供については、憲法上の判断を今回、可能だと行ったということですか。 あの事前のレクでは行ってないという話でありましたが、はっきりさせてください中谷大臣。<laughs> はい、あの今回はまあニーズがなかったということで、えー、物資の対象に武器は含めないということにしましたが、その上で、えー、改めて今回の法整備に当たりまして、武力の行使との一体化について検討をした結果、提供する物資の種類にかかわらず、 現に戦闘行為を行っている現場において行うものでなければ、武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしまして、武器の提供を行ったとしても、武力の行使と一体化をするものではないということでございます井上君。あの大森局長長官はですね、えー、憲法上の適地で慎重に検討をする問題だと言われたわけでありますが、今の答弁聞いておりますと、とにかくニーズがあったと。そして とにかく現場でなければよいと区分けをしただけでありまして、まともな検討がされているとは到底思えないわけですね。でさらにですね、武器、弾薬の輸送について聞きます。テロ特措法では、物品の輸送には外国の領域における武器、弾薬の陸上輸送は含まれないとし、イラク特措法では、実施条領土において武器、弾薬の輸送を行わないとしておりました。で今回の法制でででは陸上でああれれどこであれ 他国軍隊の武器弾薬の輸送が可能になるわけでありますが、えー、先日の我が党の小池議員の質問に対して、この武器、弾薬の輸送について、法律上、これは運んではならないという、規定されたものはないという答弁でありましたが、そういうことでよろしいですね中谷大臣。はい、今回の,あの重要影響事態法、また国際平和支援法におきましては、法律上、特定の物品の輸送を排除する。 規定はあのございませんえただし、えー、輸送の実施に際しては、いつ、どこへ、どのような物品を輸送するかなど、支援対象国からの具体的な輸送の要請内容に基づいて、活動地域の情勢、自衛隊の部隊の運用状況等を踏まえて、輸送を安全に行うことができるかについて評価し、個々の輸送の都度自衛隊として主体的に、えー、実施の可否を判断をすると。 ということになります井上君、えー、武器の、武器、弾薬のその中身についての排除するものはないということなんですね、そうしますと、非人道的な兵器だと禁止が求められてきたクラスター爆弾であるとか、劣化ウラン弾も法律上は輸送が排除されないということになるわけですね。でクラスター爆弾弾弾ににについてては不不発弾特に不発特よって多くの一般市民が 紛争終了後も死傷者を出す非人道的兵器だということで国際的な禁止の世論が広がってクラスター爆弾禁止条約日本も批准をして2010年8月1日に発効いたしました劣化ウラン弾については1991年の湾岸戦争で初めて使用されて破壊力が大きいために世界各地の紛争で使われてきました使用されると微粒子になって周囲に飛散してこれが体内に取り込まれて 内部被爆とか、科学的毒性による健康被害を引き起こしたとして、住民であるとか、そして機関兵からも訴えが続けられております。外務大臣にお聞きしますけれども、このクラスター爆弾や劣化ウラン弾について、米国はどういう政策を持って、そして保有と使用の状況はどうなっているでしょうか。岸田外務大臣 えーっと、劣化グランダーにつきましては、まず、あの、保有状況、米国の保有状況につきましては、えー、公表されておりません、えー。よって我が国として詳細は、まあ、把握しておりません。そして、使用状況につきましても、詳細については承知しておりませんが、えー、っと、例えば、二0一年に、 この米国防省が公表した資料によれば、米国は1994年から1995年のボスニア・ヘルツェゴビナにおける紛争、あるいは2000、あ失礼、1999年のコソボにおける紛争においてし使用したと承知をしております。そしてどんな政策を持っているかというあのご質問でございますが、それにつきましてはですね、レッカーウランダン。 国連総会においては、その使用がもたらす環境及び健康に対する影響をさらに調査すべきとする、まあ、決議案が提出されておりますが、米国は多数の国際機関による調査にもかかわらず、明白な証拠がない中で、劣化ウラン弾の環境及び健康に対する影響があることを前提とすべきではない、こうした立場を取っております。 えとクラスターのの方につきましても、えー、とまず米国は保有うう状況を公表しておりません。よって詳細は把握して、えー、おりません。そして使用、まあ、状況につきましても、まあ、詳細は把握しておりませんが、えー、とこの米国、うこの、えー、関係者のさまざまなこの文書、えー、例えば、この米国議会調査局報告書によれば、米国は えと2001年から2002年にアフガニスタンで、そして2003年にはイラクにおいて、この英国とともにこのクラスター弾を使用をしております。ただ、2003年以降は使用していないということであります。そしてこのクラスター弾に対するこの姿勢でありますが、この米国はクラスター弾の無差別の使用による影響について、まあ、懸念を有する一方で、 その軍事的有用性も認識している、このような基本的な立場にあると承知をしております井上君。つまりですね、クラスター爆弾も劣化ウラン弾についても、米国はですねこの世界の非人道的兵器はやめようという声には同意をしていないわけでありまして、クラスター爆弾禁止条約にも入っておりません。で過去ですね、2008年の当時の訪米局長の答弁で、 この劣化ウラン弾について、在、えー、日米軍の一部の施設、区域に保管されているものと承知しておりますと、こういう答弁があります。そして、えー、この日本がですね、クラスター爆弾の禁止条約に参加をしていく過程の中で、えー、これはウィキリークスが暴露したわけでありますけれども、えー、アメリカ政府は、 日本側からですね、在日米軍のクラスター弾の撤去を求められる可能性に懸念を伝えていたということがあるわけですから、いずれも在日米軍の施設に保管がされているものであります。そうなりますとす、ね、在日米軍も持っているし、アメリカはこのいずれも使用をやめるということは言っておりません、現に保有をしております。アメリカから依頼をされればこの非人道的兵器 クラスター爆弾や劣化ウラン弾も日本は輸送するということは法的に排除されないんじゃないでしょうか。中谷大臣、えまあ広報支援をするにあたりまして、安全が確保されていることは大前提になるために輸送の実施にあたって、物品がどのようなものであるのか、これは重要となります。であの劣化ウラン弾につきましては、人の健康等に 対する影響に関して国際機関による調査が行われてきておりますが、現時点で国際的に確定的な結論は導かれていないと認識をいたしております。であの我が国としてはあ、保有をしたことのない弾薬でありますので、まあ、劣化ウラン弾の輸送の安全性について、えー、承知していないために、現時点において、他国の劣化ウラン弾を自衛隊が輸送することができるかどうか。 これは、あの、確定的に申し上げることができません。でまた、あの、クラスター弾につきましては、法律上、排除はしておりませんが、クラスター条約締結国であるという、我が国の立場も踏まえまして、事態に応じて慎重にえ判断をしていくことになると考えております。で、このクラスター団に関する条約におきまして、我が国は締結をしておりますけれども、 同条約が締結、規定をする異常、異常と、以上に当たらない形であれば、クラスター弾の輸送を行うことは、条約上はあの否定をしておりませんがあの、いずれにしましても、特にこれらの弾薬を輸送することはあ、念頭においてです、ね、今般の,あの法整備を行うわけではないとあの、最初に申し上げましたとおり、後方支援を行うにあたりましては、安全が、 確保されているということは大前提で,です、ねあの、そのような物品がどのようなものかにつきましては、あの非常にあの重要なものであるとお認識をいたしております、まあ、あのお得意の念頭にないという言葉また出たわけでありますが、法律上はあの可能でありますしいや、輸送しないという答弁はありませんでした、輸送できないという答弁はありませんでした。 であの中身の問題を先ほど言われましたけど、あのイラク戦争のときのバグダット空港での空自の輸送活動について、違憲だと判じた当時の名古屋高裁の判決は、こう言ってるんですね、日本政府は航空自衛隊は武器、弾薬を輸送しないとの方針を示しているが、米国から託される搭載品にはラッピングが施され、自衛隊員が内容物を確認することはできず、航空自衛隊が武器、弾薬を輸送している可能性も否定できないと。 こういうふういふに言ってるんですそしてですね、えー、先ほど、クラスター爆弾の禁止条約のことも言われました、これ、第21条で、非締約国がクラスター弾の使用を抑制するよう、最善の努力を締約国には求められているわけですね。そして、ウラン弾について言いますと、国連人権省委員会において、兵士、市民のいずれに対しても大量無差別被害をもたらす。 既存の国際人道法や国際人権法と両立しがたいという決議が、この間、5度にわたり採択をされているわけですね。ですからね、明確にこの2つのものの輸送がもし依頼をされれば断ると、そうでなければ国際人道法にも条約にも反すると、ちゃんと答弁してください中谷大臣。 まあ、あの劣化オランダにつきましては、あの人の健康等に対する影響に関しまして、あの国際機関、えー、が今、調査を行っているということでございますので、あの現時点で国際的に確定的な結論は導かれていないと、まあ、認識をいたしております。でクラスターダにつきましては、我が国は条約締結国であるということの立場、 を踏まえてですね、あの事態に応じて慎重に判断をしていくことになると考えておりますが、もう国際的にはあの我が国があのクラスター条約締結国であると、また呼びかけ国であると、まあいうことはあの米国もあの認識をいたしておりますので、えー、この点につきましてはあの米国に、えー、その場合においても事前にあの伝えをしたいと思っております。井上君、これだけ言ってもですね、運べませんと断りますということは言わないんですね。 むしろそういう非人道的兵器は使うのやめろと言うべきなんですよ。のノルウェーで行われた、このクラスター爆弾の禁止条約の署名式で、当時の中曽根外務大臣がスピーチをされております。で、中曽根さんは、カンボジアやタイでの地雷除去のために活躍する日本の, N の NGO への支援を行って原爆にも、現場にも行ったと。その実感としてね、こういうふうに言われたの、スピーチされたんですね。紛争終結後も 人々の憎しみをよみがえらせるような兵器の使用を許してはならないと通説に感じましたと。これ大変私はあの共感を覚えました。もう日本が禁止条約に加盟をしているような兵器、そして紛争終結後も人々の憎しみをよみがえされるような兵器をね、アメリカから輸送を依頼されたら、それは断って、そんな兵器は使うべきじゃないというのが当然じゃありませんか。それができないのが、 でなんでそれが国際平和の貢献なんですか、それができないのが日米同盟なんですか、はっきり答えてください。中谷大臣はいあの、まあ、クラス団弾につきましては、我が国はあの条約締結国であるという我が国の立場も踏まえましてあの、事態に応じて慎重に判断をしていくことになるとあの考えているわけでございます。で実際の,あの輸送に関しましまてはあの どのようなあ物品を輸送するかなど、あの支援対象国からです、ねえー、協議をしてです、ねえー、我が国としての立場や主張等も述べるということで、まあ、とにかくあの輸送が安全に行うことができるかどうかあの表あの判断をし、個々の輸送の通路に自衛隊として主体的に実施の可否を判断してまいりたいと思っております井上君。 その自衛隊がね、安全に輸送できるかどうかを聞いてるんじゃないんですよ、こういう非人道的な兵器を実際に使う、その片棒を日本が担ぐようなことをやるんですかと、それを断らないのがこの法律なのかということを私は聞いております、こんだけ言っても断るという答弁がなかった、極めて残念であり、重大だと思います。次にですね、重要衛星事態法や国際平和支援法による武器等防護について聞きますが、これを行う場合に地理的制約もない、それから、 防護対象の武器との制約もないと、え法律上は空母であって可能だということが、衆議院での答弁でありました、そうしますとですね、えー、核兵器を搭載をした、例えば BF35 などをが乗っているような空母を日本が防護をすると、こういうことも法律上は起こり得るんじゃないですか、外務大臣、いかがでしょうか。 岸田,岸田外務大臣、はい、あのまずですね、えっと、米国自体は、あのえー、この NCND 政策という、まあ、政策を、ま、取っております。要はこの米国政府からの、あのあ失礼、外国政府からのこの紹介への対応などにおいて、えー、この核兵器の所在を肯定も否定もしない。 こういった政策を取っております。これはあの核抑止,力を抑止力を有効に担保するために必要なこの戦略上の要請に基づくものであると承知をしております。あのまあ、こうしたあの米軍の核政策を踏まえれば、さらにはあの核兵器の,その持つ特殊性を考えれば、あのこの米,米軍が この自衛隊に核兵器を搭載したこの航空機、あるいは艦,艦船等の警護を要請することは、そもそも想定されないと考えます。井上君、法律上は何ら排除するものはないわけですね。そして、今言いましたようにです、ね、アメリカは損費を明らかにしないという政策を取ってます。そしてですね、2010年の核体制、NPR の見直しの中で、今後、空軍はですね、 F16 を F35 に置き換えて、そして通常兵器と核兵器の両方を運搬する能力は保持するとしております。さらに、米国の核兵器を F35 などの戦術戦闘爆撃機および重爆撃機で前方、前方展開する能力を保持すると、こうしているわけですね。ですから、あくまでも米国は核兵器の前方展開を、方針を保持をしているわけですから、その下でですね、アメリカは、 核兵器搭載の有無を明らかにしないという方針を持っているわけですから、日本が、えーえー、そういうのを載せた米空母の防護を行う可能性もあると、グリナート太平洋軍の司令官はです、ねえー、先月の二十九日の記者会見の中で,です、ねえー、空母打撃軍との連携を含めた海上自衛隊と米海軍の関係の全く新しい一種を刻むと、こういうことまで言っているわけでありますから、 そういう一軍に組み込まれる中で事実上そういう役割を担うことはあるんじゃないですかあの私今度被爆70年であります広島出身の記者大臣もう8月6日迎えようとしておりますけれども私はアメリカの核抑止力を税としてこれに依存する政策もとで今回の法案のような対米軍事支援を広げることは日本が米国の核兵器を防護することもあり得るとこういうことになると思いますそんなこと広島出身の大臣許されるんでしょうかお答えください岸田外務大臣 あの先ほど、米国の政策として、えー、NCND 政策について申し上げましたが、それ以外に、えー、公表された米国の核政策、例えば1991年のブッシュイニシアティブにおきまして、この水上艦船および攻撃型潜水艦を含む、この米海軍の艦船および航空機から戦術、戦術核兵器を撤去する旨を表明しています。 また、1994年、核体制の見直しとして、水上艦船および空母艦載機から戦術核兵器の搭載能力を撤去することを決定しています。また、2010年、核体制の見直しとして、冷戦終結後、米国は水上艦船および通常型潜水艦から核兵器を撤去することを含め、太平洋地域から前方配備の核兵器を 撤退させたこうした政策を明らかにししています、まあ、こうしたさまざまな政策、そしてなおかつ、この核兵器の持つ特殊性を考えた場合に、この,この米国がですね、この我が国に対しまして、この、え、 この核兵器を搭載した航空機や艦船等を警護することを要請すること、これはあの考えられない、想定されない、このように申し上げております君時間ですので終わりますが、先ほど申し上げましたように、アメリカは前方に展開する能力を保持するとしておりますし、核戦略そのものが変化をするものでありまして、法律上排除されていないと、これが極めて問題だということを厳しく指摘をしたまして、質問を終わります。